ユンナは韓国ソウル出身の女性歌手。日本と韓国の両国で活動している。本名はコユナ。所属レコード会社は韓国ではロエンエンターテインメント。日本ではシステスレコーズ。名前の英語表記はユンナ。日本でのファーストアルバムのタイトルゴーユンナは本名の コユナの英語風表記。韓国語の音の変化により、ユンハという音が日本語の和者にはユナもしくはユンナと聞こえる。デビュー当時はユナ名義であった。ユンジンという名の妹がいる。4歳の頃からピアノを触っている。小さい頃からずっとクラシックを聴いていたが、ホットという韓国のアイドルグループを好きになり、ポップスも聞くようになった。 それからアブリル・ラビーンを好きになり、日本に来てからは、シーナ・リンゴを好きになった。好きなアーティストは、P ・ N ・ K、アリシア・キーズ、ソン・シギョン、平原・アヤカ、キュン、東京事変。尊敬するアーティストは、レイ・チャールズ、イ・スンチョル、シン・スンフン、シーナ・リンゴ。初めて好きになった、日本のアーティストは、X ・ジャパン。 日本を意識し始めたのは MISIA のエブリシングを聞いたとき、韓国語、日本語、英語を話せるトライリンガルである。日本語に興味を持ったきっかけは、小学生の時に日本のドラマに興味を持ったからで、その後は独学で日本語を勉強するようになる。高校生になった頃には、ほぼ完璧に話せるようになり、同級生から、 日本のドラマの大役を任されるようになるほどまでに習得する。日本のドラマでは、極戦、とを見て日本語の勉強をしていたため、初めて覚えた日本語は、お前ら。同じ事務所で、シンガーソングライターの田中幸とは、非常に仲が良く、田中幸のブログではたびたび遊びに行っている様子が、公開されている。また2009年からユンナ本人も、 タイナカサチと同じレコード会社に移籍した。イレブンスシングル、好きなんだの PV は、小悪魔アゲハの元モデルでカリスマ、デコリストとして知られるキンキラキンが PV の制作に参加。1988年、大韓民国ソウルに生まれる。1992年、音楽好きな両親の下4歳からピアノを始める。 小学生になると、日本のテレビドラマに興味を持つようになり、独学で日本語を勉強し始める。そして、放送部の先輩に勧められて聴き始めた、歌田光闇医者によって、ドラマだけでなく日本の音楽にも興味を持ち始める。この頃、ピアノを弾きながら歌うことの楽しさや喜びを知り、歌詞を夢見るようになった。 2003年、韓国内で受けたオーディションで圧倒的な印象を残し合格。韓国の事務所と契約を結ぶことになり、その後関係者を通して、ユンナの歌が当時の日本の所属事務所社長のもとに届いた。いつか日本でも歌ってみたいという子供の頃からの夢を叶えるべく、日本でのデビューに向けて、韓国と日本を行き来しながらのレコーディングを開始する。 2004年デモテープがドラマのプロデューサーの耳に止まり、指切りがフジテレビ系ドラマ東京1系、デスティニー・オブ・ラブの挿入歌に抜擢され、8月4日発売の東京1系、デスティニー・オブ・ラブオリジナルサウンドトラックに2曲参加する。同年10月にシングル指切り日本語バージョンマイナスで日本デビュー。2005年6月1日シングル 放棄星をリリース。2006年7月、日本での活躍が、韓国 KBS のドキュメンタリー番組、人間劇場で放送され、話題となる。同年11月、デジタルシングル、オーディションで韓国においても、歌手デビューを果たす。活動の中心を韓国へ移し、日本のメディアへの露出の機会が減る。2007年3月、韓国で、 ファーストアルバム、コベッカギ・ジョーンナルを発売。このアルバムは、韓国のオリコンとも言える、ハンテオチャートや、人気音楽番組、SBS 人気歌謡など、各種チャートで1位を獲得。さらに彼女は、7万枚という2007年の新人としては、最多のセールスを記録し、多数の新人賞も受賞する。またこの年、日本政府観光局、 ビジットジャパンキャンペーン韓国観光親善大使にも任命され2009年まで3期連続で務めた2008年8月韓国にてヒップホップユニットエポックハイのタブローシンガーソングライターのチョギュちゃんが参加したセカンドアルバムサムデイをリリースし5万枚のセールスを記録12月レコード会社を EPIC レコードからシステスレコーズに移籍 2009年3月、スウェーデンで活躍中の作曲家が参加した、サードアルバムのパート A、Peace Love and Ice Cream を韓国でリリース。4月11日に公開された、市川染五郎主演の映画、今度の日曜日にでは、ヒロイン役で映画初出演を果たし、主題歌、虹の向こう側も担当した。7月、シングル、ガールで、システスレコーズに移籍後初めて、 日本での活動を再開。12月、韓国にて、サードアルバムのパート B、グローイングシーズンを発売。2010年3月、韓国ドラマ、個人の趣向のサウンドトラックに参加、主人公、パク・ケインのテーマソング、話にならなくてを歌った。7月、韓国で行われたアイスショー、オール・ザット・スケート・サマーに出演し、放棄星、 エアロスミスのドリームオンを歌った。2011年4月14日公開の韓国映画怪しい顧客たちにヨン役で出演。2012年8月、韓国ドラマシン・イ・シン,シンギーマイナスのサウンドトラックに参加、劇中で主人公チェ・ヨンとヒロインのユンスのロマンスの始まりを知らせる曲涙が一粒を歌った。 シングル配信限定シングルスタジオ、アルバムベストアルバム参加作品シングル、配信限定シングルアルバム参加作品。ありがとうございます。